見返り柳は、遊郭の入り口付近に入った柳の名称。遊郭で遊んだ男が、帰り道に、柳のあるあたりで、名残を惜しんで後ろを振り返ったことからこの名がついた。伊豆諸島の新島にも見返り柳はあるが、これは、経営が執行される直前に罪人が、刑場近くにある柳のあたりで振り返ったことからこう、呼ばれた。台東区先属四丁目十の八にある吉原の、 見返り柳。江戸末期の新吉原の見取り図。右に描かれているのが見返り竜。隅田川の堤防である日本包みから吉原遊郭へ下る坂を江門坂という。江門坂から九の字に曲がりくねった五重感動が吉原の入り口の大門まで続くが、この道の入り口の左手にあるのが見返り柳である。法暦七年の吉原再建。 波木の松の序文では、出口の柳と書かれており、後に、見返り流と呼ばれるようになったと考えられている。などの川流が読まれたほか、樋口一葉の竹比べ冒頭や、落語の演目、明けガラスにも見返り柳が出てくる。吉原の見返り柳は、枯れるたびに新しい柳が植えられた。2013年現在、東京都台東区専属4丁目の交差点にある。 柳は六代目となる。長崎市船大区町二丁目にある見返り柳。柳の根元にあるのが思い切れ橋の欄干跡。長崎の見返り柳は丸山の遊郭のものである。丸山への登楼口に通じる四安橋で行こうか行くいかと悩み、思い切れ橋で家を決して丸山の入り口の二十門をくぐる。そして帰り道に見返り。 柳の付近で振り返ったという。2014年時点の見返り柳は、1975年3月8日に、植樹された4代目で、船大区長2丁目にある、カステラ店舗、福菜屋の向かいにある。柳の根元には移設された、思い切れ橋の欄干跡の石踏みがある。図説吉原入門、長井吉尾町、22から23ページ。江戸300年吉原のしきたり。 渡辺賢治監修、118ページ。長崎、平戸散歩25コース199ページ。花崎和夫、江戸吉原杖、三木書房、80から82ページ。配布柳樽より。花崎和夫、江戸吉原杖、三木書房、82ページ。明治文学全集30日口一葉集筑馬書房、87ページ。小江戸吉物 北村鮭彦町、337ページ。江戸の暮らしが見えてくる。吉原の落語、渡辺賢治監修、56から59ページ。小江戸吉原物知り町、北村鮭彦町、13から14ページ。吉原根弱再建9ページ。本石灰町川に架かる橋。北東にある出来火事屋町と本石灰町をつなぐ。AB、復元。 江戸時代の長崎補定厚市長関東、復元図百176から177ページ。長崎県の地名日本歴史地名台十4 3 169ページ。本石会長と船大区長をつなぐ橋。AB、長崎歴史の旅と山三清四44から46ページ。長崎遊学三長崎文献者13ページ。ありがとうございます。